ビーガンつくばの美味しいとこを詰め合わせ。今回はつくばサーキットを半分以上使った初めてのレイアウト。最終コーナーからストレートで3セクター、空想区間を挟んでヘアピンの飛び込みから立ち上がりで2セクターという新作区間となった。実況席はコントロールタワーに置かれ、中継と常設のコースカメラで走行をチェック。 GTR にフィットしてきた末永雅夫が3位に。さあ、昨日の予選トップ通過、ゼッケン39番トヨタイヤ G ライオントラストレーシンググレッディ3号 RX スペック D1 号機末永雅夫、いいスピードだ、いいスピードだ、そして振り返し、さあどうだ、そのままもう1回振り込んでった、ここまで OK、 ダウンでストレートが OK です、いいスピードです、いいスピードです、いい、それぞれ角度もしっかりとつけていきました、リズム悪くない、さあこのまま降りてくる、降りてくる、 SG 振り返しの第4セクター、そしてヘアピン、まとめれば、まとめれば、これもまずまず、まずまず得点が出そうだ、どうでしょう、 99.60、 やはり得点、正雄が3位ならその上を行く川端雅人。ゼッケン35番トヨタイヤ G ライオントラストレーシンググレッディ3号アレックスペック D2 号機川端雅人、さあ川端ものすごい角度来た、速い、すごい勢い飛んでった、まずは表完全に OK さあいい状態でストレート終了、こっから下ってくる、あと2つ、あと2つ、第 4SG 角度をつけてギリギリ、いやすごい振り返し、どうでしょうか、これで何点出るんでしょうか、浅尾の方がいい気がするんだけどな、マサトより 99.91、 2番手来ましたよ、マサオの上、新車 S2000 投入の日比野が見事トップに。さあ昨日このデビュー戦 S2000 を予選10位通過した日比野哲也、ガルフレーシングゼッチのタイヤ S2000 が黙々で来た、スピードで持ってくる、繰り返し2セクターも OK、 3セクターも入った、すっごい3セクターの振り込み方、これは来たぞ来たぞ来たぞ、さあどうだ、あとは第4第5 S 字の振り返し、そして第5のヘアピン、ヘアピンいったぞ、どうだ、帰ったか帰ったか帰っていった、踏んでる踏んでる踏んでる、これが日比野のヘアピン第5セクター、返しが早い、来た、うわー、逆転1号、あの振り返しがポイント高いんだね、セクター4ね。ということで日比野が新車のデビューを単走優勝で飾った。追走トーナメントも波乱続出、追走初進出の林がまさかの金星、1本目は先行日比野が林を突き放し若干アドバンテージを取る。さあ入れ替えの2本目ということになります、林勝利、いいスタートだ、吉田トヨタチームトゥルーティーダンロップ86、初のとにかくこの追走でこの86をなんとかいい状態で最終コーナー、いい角度いい角度、林勝利のファーソリーに対して、おおおお、さあぴったりと近いところ、近いところ、君の哲也、うわー危ない、さあ近いところ、ギリギリ、おお大丈夫か君の、さあなんとか持ち直した、持ち直した、さあもう一回くっついた、もう一回くっついた、さあ立ち上がってくる、立ち上がってくる、日比野が入りそうだ、 S 字の振り返し、さあどうだ、合わせて、インドラ、インドラ、戻った戻った、でかいところ戻り、ほらまだだから煮詰まってないんですよね、はい、後追いの難しさあそこです、1つく可能性があった、1ついちゃったかったのは林一樹だ、いや車速差合わせるのがむずいな、この車な、角度ついちゃえばいいんだけど角度薄く走れるようにまだセットで出てないから、単走単走だったらできるんだけどちょっと中入りすぎちゃうね、ちょっと距離感難しいな、上尾対手塚はやる気が空回り、上尾勝弘先行、後追い手塚剛、ZSS1 号上尾勝弘後ろから唐沢8号手塚剛、さあどうだ、いやー立った、最終コーナー、
ね、結構上君早いと思ってたからくっついていかないとダメだなと思って張り切って5速にシフトアップしたらオッペしちゃった失敗したやっちまったよ2ポイントダウンっていうのが別にあったわけじゃなくていや終わりやっぱ2ポイントあるともう最初から やってかないと多分絶対取れないからもう見えてきたところからベタベタに行こうと思ってやりすぎ完全にあとはやっぱもうこのタイヤのグリップがすごかったスピードで最後と張り合った平島に落とし穴平島明菜先行後追い斉藤大吾さあ斉藤大吾コルベットどういう走りを見せる平島を振ってくる平島を振ってくるそれに対して見ながら斉藤大吾さあ後ろから斉藤大吾様子を見ながら青いマシンに対してコルベットが入るまでにはいかないここは平島もいい状態でまずはああ飛び出た平島コースアウト平島ぶっ飛んだ単独のコースアウトでしょうもうそれは大吾さんだからもうあの今までこの3日間でやったことのないようなないやつで走りましたであまりに自分の3セクターの飛び込みが速すぎて止まれる速度じゃなかったある種この3日間で未体験ゾーンに突入しちゃったってことうん本当にあ廃車になるって思ったちょっと脳裏に浮かんだそれがやばかったです初追走の林に大吾が貫禄を見せるさあいよいよ決勝進出をかけてベスト4の1組目林和樹先行後追い斉藤大吾さあ林和樹が最終コーナーそして後ろから近いところ斉藤大吾さあどうだ逃げる林そして後ろからコルベットが近づいてはくる近づいてはくるまず飛び込みまず飛び込みちょっと入ったさあそしてこっからこっから斉藤大吾が狙ってるのはヘアピンですヘアピンですさあ狙い定めた狙い定めたさあ S 字間 S 字間ここできっちりと振り返して入れるか入れるかここが狙えるところここはどうぞ入れてった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 ここは取れたかどうかフィニッシュ車間距離はやはりずっと近いですねこれ追走ですから、はい、近いは偉いんですよね、はい、ずっと近いです、はい、6.5、8.5 これは取った斉藤大吾大きなアドバンテージもう横綱相撲ですねこれですね、その言葉通り大吾が先行で林を全く寄せ付けず圧巻の勝利そうですねやっぱ力の差っていうのが分かったんでその力の差っていうのは馬力の差ってことでいいですかいやいろ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 お手手とここと、はいはい、全部洗礼受けました今年3戦目でようやく実現した3号 GTR 対決うわなんかいいなこの絵いいですねいやこの絵を多分待ってたこの絵いいよきっとね絶対東洋はこれを決勝でやりたかったっていう、はい、ですねもちろんそうだと思いますやるならでもしょうがないさあ動き出しましたいよいよ決勝進出をかけたのはチーム同士東洋タイヤ D ライオントラストレーシングの3号 GTR 同士の3号 GTR 同士の戦いはどっちがどっちどっちがどっちいや、ついてけ、ついてけ。ああ、一回差し込んだ。ついてく、ついてく、ついてく。3号 GTR 自体が降りてきた。降りてきた。ついに乗りた。ついに乗りた。すごい綺麗な。すごい綺麗な状態。マサを取ったね。今、3号 GTR のついに乗り。いいね、いいね。すごい。これマサを取ったでしょ。ここのタワー3回でも拍手が起きた。おー、いい。8.5 セーラーマサオ 0.5 アドバンテージうわーこれ川端追い込まれましたよいやいや燃えてるんです今、ね、川端燃えてますさあでは見ましょう入れ替えです取られてしまった 0.5 取り返したい川端正人セーラーマサオのところに去年まで乗っていた自分のマシンのところにさあ飛び込んでいくことができるか近い状態ださあ同じように1コーナー入れそうだぐーっとやっていく入ったアウト末永コースアウト末永雅雄あちゃこれは勝負ありだこれ入れ替わってますよ入れ替わってます入れ替わってますわからないかもしれないけど入れ替わって
ってます。ってますよね。川端が前なんです。いや入れ替わってないでしょ本当は。いや止めきれなかった。あのアリアがちょっと脱輪し気味になったからだ。うわここ飛び出たのが末永雅夫です。勝負あり決勝進出川端雅人。いやーもう悔しいですねこれは。完全にねミス。疲れた。でもなんかすげえ緊張したもん。なんか16から引きずってる緊張はこれやったんやなと思って。まあとりあえず次はね決勝はもう気楽に行きます。新車での初優勝をもぎ取るのは大悟か川端か。さあいよいよファイナル今両者スタートしていきました。どういう戦いが待ち受けている。斉藤大悟先行アドイッサゴ GTR 川端だぞ。最終コーナーからコルベット、後ろから3号 GTR、 いやギリギリのところ、折り返して1コーナー寄ってく川端。さあ寄ってったところ、ここコーナリング性能が取れたか。さあここからです、ここからです。ついていく逃げる斉藤大吾。それに対して3号 GTR 折り返してどうだ、入れるかヤピン、寄ってった。まああの大きな差はついてますね、はい、取りました 5.5 対 6.0 0.5 アドバンテージ川端雅人。さあファイナル入れ替えです。朝5 GTR が来る、そして後ろからコルベット斉藤大吾、どういった投入を見せる、いや近いところが来る、近いところが来る。さあ立ち上がりどうだ、逃げていく川端、それに対して斉藤大吾ものすごい勢いで駆け抜けてった。ストレートしかし入れない、まずは入れない。ここは近いところ寄っていったけど、さあここからが大事、降りてくる、すごいスピードで降りてくる、振り返して S 字、思いっきり振って振り返して最後どうだ、寄れない。いやこれどうなんの、寄ったところがもしかしたらないかも。決着つきました。はい、ということで川端が2号機投入3戦目で嬉しい初優勝。